はい、皆さんこんにちは。聖書の学びを、したいと思います。今日はですね、新約聖書の、ローマ人への手紙という場所から、聖書の学びを、共にしたいと思うんですけども、このローマ人への手紙っていうのは、書いたのはパウロさんという人ですけど、パウロさんはちょうど小アジアですね、今のトルコあたりになると思うんですけども、伝道旅行をしてたんですね。で、そしたら伝道をしてた時に、ローマで、信者たちが集まっていると、いう、ローマに教会ができたという、彼は噂っていうか、その聞くんですね。それで、彼自身はまだローマに行ったことはなかったんですけども、そのローマのその教会に当てて、彼が手紙を書いたのが、このローマ人の手紙。ただ、できたばかりの教会だということで、やはり彼が一番心配してたのは、ローマの人たちがですね、果たして正しく、福音を理解しているのかどうかっていうのは彼は非常に心配だったと思うんですね。で、そういうことで、パウロさんは、このローマ人の手紙を通して、正しい福音とは一体何なんだ、信じる、信仰っていうのは何なんだということの説明をですね、このローマ人の手紙を通して、しています。それではですね、まずちょっとローマ人の手紙、見てみたいと思うんですね。場所は、ローマ人への手紙の、まず最初は1章の、15節から、ちょっと読んでみたいと思います。ローマ人への手紙1章の、15節。じゃあ読みます。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を発すとは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いをさせる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義とは福音に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から、掲示されているからです。こういうふうに書いてありますけども、ここでですね、福音を、伝えたいんだと。正しくですね、福音っていうのは一体何なんだということを伝えたい。またですね、16節では、パウロさんはですね、福音っていうのは、救いを得させる神の力だ、なんて書いてですね。救いを得させるということですけど、救われるって言いますけども、一体何から救われるかっていうのを考えたことないですかね。早い話がこれ、結局、死ぬことについてっていうかな、死からの救いなんですね。死んでしまう、あるいは滅びてしまうって言い方がいいのか、私たちみんなですね、当然、いつか死ぬわけですけど、ちょっと質問があるんですけど、今まで、死に対する不安っていうのは、不安を持ったことはないですか？例えば、死んだ後どないなんねやろとかね。そんな思ったことないのかなって思うんやけど、当然ですね、これ他人事じゃなくて自分のことやから、みんな死ぬのは分かっとっても、死んだ後どないなるかいの、ちょっとこう、興味あるいうか心配になったことない？で、当然ですね、私たち、神様がいるかどうかっていうこともですね、一つのポイントになってくると思うんですね。神様が本当にいるんだったら、当然ですね、神様に、すべてを任せて、信じて生きていけばいいわけですけど、神様がいるのかどうかっていうこともですね、私たち当然、気になるっていうか心配になると思うんですね。この後ちょっと19節以降、ちょっと読んでみたいと思うんですけども、ローマ人の手紙1の19、なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。このことで聖書は、神様は、被造物。被造物っていうのは、いわゆる、この木だとか、神様作ったものですね。犬だとか猫だとか、そういう動物だとか、とにかく周りのものすべてですね。神様作った、宇宙いうかな。宇宙すべて。こういった被造物によってですね、はっきりと認められるって書いてあるね。
宇宙がどれぐらい大きいかっていう話をちょっとこう してみたいと思うんですけど、宇宙のことを考えてみるとですね、もしですね、このまあ私たちが住んでる地球の、まあ直径をですね、まあ 0.1 ミリだと仮定したとしますね。で、まあ比較する意味で。0.1 ミリ言うたら、ちょうどシャープポイントのペンが、0.5 ミリやとか 0.3 ミリ、3ミリのシャーペンってこういうのはよくみんな持ってると思うんですけど、0.1 ミリ言うたら、その 0.3 ミリのシャーペンのまだ3分の1の、長さですが、ほんまに目に見えるか見えんかぐらいのもう、点っていうか、もう本当に、ちっぽけなんですね。まあ、ものだと。それが 0.1 ミリ。それが、例えば地球だとしますね。で、地球の直径が 0.1 ミリだとしたら、大体ですね、太陽は、この、大体1センチの大きさですね。太陽の直径が約1センチ。ちょうどこれ私、こう、ボール持ってますけども、これぐらいですね。これちょうど直径1センチの、まあ、玉っていうか、玉なんですね。大体これぐらいの大きさにならんです。で、大体もし太陽がですね、ここに、まあ今私大阪に住んでますけども、大阪にこれ1センチの、これが大体太陽だとしたら、次のですね、太陽っていうかな、次の恒星、まあ光が放ってるその恒星まで、大体どれぐらいの距離かわかります？ちょっと私これ計算してみたんですけど、大体これが太陽だとしたら、大体同じような大きさのですね、太陽が、あるいは恒星がですね、大体大阪から次のやつはですね、なんと静岡ぐらいですね。あるいは富士山ぐらいっていうかな。そんなに遠い。これが二つの、まあ、恒星の距離ですから、これが太陽だとして、まあ、静岡ぐらいにもう一個これと同じようなポツンとある。それが太陽から見たら一番近い、恒星なんですね。だから、そう考えるとですね、それが二つの星の距離。でも、この私たちがいる銀河系宇宙だけでも、こんなですね、太陽のようなこう星がですね、2000億個以上あるらしいんですね。2000億個ですよ。それが銀河系。しかもですね、こんなすっごい銀河系がですね、なんとこう宇宙をこう見ると無数に、無限にか無数にあるという。もうとにかく宇宙っていうのはすっごく、まあ、私たち人間のですね、理解をはるかに超えた、まあ、すごい大きさを持っとるわけですね。で、こんだけ大きい宇宙なんですけども、しかしそこはですね、そんな宇宙なのに、素晴らしく、こう、秩序正しく、まあ、ルール通りに宇宙というのは動いていると。まあ、ニュートンやケプラーの法則とはいろいろあるわけですけど、実は宇宙にですね、非常に規則正しく、ルール正しく、宇宙がですね、まあ、秩序正しくっていうかな、動いているっていう。まあ、だから、その、科学者たちはですね、100年後の星の位置やとか、あるいは、100年前の星の位置だとかが正確に、割り出すことができるんですね。で、それぐらい宇宙っていうのは、まあ、精密にできてると。また規則正しくできてる。これ、例えばですね、もっとわかりやすく言えば、こう、私たちの、あなたの目の前に、なんかコンピューターかなんかあったとしますね。で、コンピューターパッと見て、誰もですね、そのコンピューターが偶然で勝手になんかこう、埃が集まってきてコンピューターが自分で勝手にできたって思う人は誰もいないと思うんですね。もしあなたの目の前にコンピューターが机の上にポンと置いてあったら、当然ですね、その誰かがそれを作ったんだと。で、まあ、コンピューター見ればですね、だいたいそれを作った会社の名前だとかついてると思うんですね。東芝やとかソニーやとかね、まあ、アップルやとか書いてると思うんですけど、で、それ当然コンピューター見て、そういった会社の名前だとかもまずわかるし、それからコンピューター見て一番最初に多分私たち思うのが、このコンピューター作った人は、ものすごくこう、賢い、まあ、インテリジェンスな、知識のある賢い人に違いないと思うと思うんですね。私なんかコンピューターの中一体どうなってるかさっぱりわからないですけど、でも、そういったコンピューターをですね、作った人っていうのは賢い人に違いない。で、まあそういうふうに私思うんですね。それと同じようにですね、この宇宙を見ると、素晴らしく、まあ精密に巧妙にできてるし、まあ例えば生物一つとってもですね、生物はどれほど素晴らしくできてるか。それこそ細胞分裂だけでもすごいもんなのね。生物ってのは素晴らしく美しく、しかも本当に美しく作られている。で、こういうことを考えていくと、私たち当然ですね、神様がいないと考える方が難しいだと思うんですね、本当は。科学者っていうのは、決して、
何かを作ったわけじゃなくて、科学者っていうのはただもうすでにあったものを何か発見しただけだよね。ちょうど先ほどのコンピューターで言うたら、コンピューターこう適当に触っとって、ポッとボタン押したらパッとこう電気がついたと。あ、このボタンを押したらコンピューターの電源が入るというのが分かったようなもんで。だから、もう初めにあったですね、自然のものっていうかな、非造物、神が作った非造物がもうすでに私たちの前に、ずっと前にあってですね、科学者をっていうのはただそれを発見しただけですね。で、私たちは、そういう意味ではですね、細胞分裂一つにしてもですね、メカニズムは分かっても、実際にはどうなってるかよう分からない。神様の存在を、まあ、なんていうかな、無視するんであれば、非常にですね、まずなんでこんな素晴らしい宇宙になってんのか、なんでこんな素晴らしい自然になってんのか、細胞分裂一つにとってもですね、私たちは説明は十分できないね。それぐらい素晴らしい。大地ですよ。全く何もないとしましょうよ、初めが。宇宙の初めは全く何もなかったんだとしたら、そんな何にもない、全く何にもないとこから何かできることはないですよ。なんでか言ったら全く何もないんだったら、いくら待ってもですね、結論は何にもないしか出てけへん。何にもないとこから何にも、は、理論的に考えて、いつまで経っても何にもない。ですから私たちがここにいる、あるいはこの宇宙がある、あるいはここにまあ、なんていうかな、私たちが存在しているということだけを考えても、これは事実ですから、これだけは曲げようのない事実なんで、私たちがここにいるということは、初めに何もなかったんじゃなくて、何かあったと。ほんで、聖書はですね、一番最初に言葉なる神様が昔からおられたんだ。言葉なる神様、言葉ですから、当然時間っていうのは全く関係ないですね。その言葉なる神様が永遠の昔から永遠の、未来に至るまでずっと、もう言葉なる神様存在していると。で、その存在した神様が、宇宙っていうか全てを作ったんだと、創造されたんだということが、聖書を見れば分かってくるんですけども、で、この言葉なる神様はもう、ずっとおられたんだということですね。この後ちょっとローマ書見てみたいと思うんですけども、21節以降、ちょっと読んでみます。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと、変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のまま、汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、それらに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。こう書いてますけど。正直言ってですね、パウロさんこれ書いたとき、そのローマの人たちっていうのは、まあ、非常に賢い人たちだったんですけど、ローマの人たちというのはですね、まあ、ローマ帝国を当然作った人だし、今でもですね、ローマ行ったらすっごい建築物がたくさん残ってですね、それぐらい素晴らしく賢かったのに、ローマの人たちは偶像礼拝したんですね。で、これはですね、私ふと思うんやけど、日本人もよう似てるなと思うんですね。日本人だって、日本人は決して、アホやないと思います。僕、日本人は結構賢い方やと思うんですけど、それなのに、まあ、偶像礼拝いう意味でもね、偶像礼拝日本人もするんですね。私、子供の時思ったんやけど、日本人一生懸命こう拝んでいる、まあ、仏さんとかね、お地蔵さんにせよ、あれやっぱり木やとか石やと思うんですね。私、仏像っていうのは芸術作品として非常に尊敬されるべきもんやと思いますし、大切にすべきやと思うもののですね、やはり人間が頭を下げて、あれが神様やと思うっていうのは、やっぱりちょっと無理があるんじゃないか。第一、人間が作ったもんだし、金や銀や、石や、まあ、鉄というか何か、作られたわけですね。木とかで掘って。あれだ、偶像っていうのは人間が作ったもんだし。第一、火事が行ったらですね、人に助けてもらう、人に運んでもって、助けてもらわなくちゃいけない、まあ、偶像がですね、果たして人間に助けられないといけないような偶像がですね、神かという。それ、しかし、日本人一生懸命それを拝んでるんですね。
それに向けて、にゃーってやって、ほんで、あるいはですね、偶像わかんねえやったら、なんか文字に書いた、なんかこうね、難民法連結なんか文字に書いたものを拝む。これだってですね、同じようなもんやと僕は思いますね。文字に書いてるって誰かが印刷したやつにですね、特別な力があるなんて言いながらですね、それに、やっぱり、人間が書いたもんだし、ほとんどがその、誰かが印刷した印刷物ですね、印刷物に頭下げたり、あるいはですね、神社行ったってこう、鏡ですね、あの鏡だって、誰かが作ったわけですね、人間が。そういったものに、日本人は賢いはずなのに、本当の神、この宇宙を作った言葉のある神様のことを全く無視して、自分で作ったですね、偶像を拝む。このことを、パウロはですね、ローマの人たちに、あなたたちはそんな、ことをやってるんですよ、というようなことを言うんですね。で、この後、ちょっと後、ただですね、賢いはずの日本人が、なんで、私たちはそうになってしまったのか。神様が、言葉のある神様が、正しいお方であり、すべての義なることを作られた。つまり神様がすべてを作られた。神のなさることはすべて正しい義、なんですね。私たち時々何が正しくて何が間違ってるかわからない時ありますけども、神の義、神の正しさっていうのは、私たちもどっかですね、心の奥に、それが、わかるっていうか、理解できるっていうか、私たちも言葉を持ってるんで、例えばですね、人を殺しちゃいけないだとか、あるいは女性を犯しちゃいけないとか、こんなもう常識として私たち理解できるんですけど、こういったものはですね、この義なること、正しいことっていうのは、神様が作られたんですね。で、神様がそういった、その正しいことっていうのを私たちに教えてくれるわけですけども、実は神はですね、私たちを、聖書を読むとですね、神は私たちを、神のように、あるいは神様に似たものとして作られた。だから私たちは言葉を持っています。で、私たちはですね、言葉を持ってるがゆえに、自由意志っていうかな、自分の言葉で、実は、神を否定することもできてしまう。神様の義、神様の正しさがあるのに、あえてですね、神の義に反すること、神様の正しさに反することを、自分の言葉で言うこともできるし、あるいは実際に行動に起こすことができてしまう。で、こういったですね、その神の義から外れる、神様の正しさから外れてしまうことを実は、的が外れてるって意味で、罪っていう言葉が使われます。罪っていうのは、ヘブル語の罪っていうのはこういった的が外れる、これギリシャ語も同じなんですけども、的が外れてるっていう元々意味なんですね。つまりは、神の様の作ったルール、この宇宙のすべての秩序正しいルールから反すること、これが罪で、実は罪の結果はですね、やはり死なんですね。で、このことをもっとわかりやすく言えば、例えば高い建物の上に行ってですね、ポンと飛び降りてみれば、当然そこにはですね、神の作った、万有引力というか、引力っていう法則がありますから、私たちどんなにですね、自分が、神のルールに反したいことをやりたくて、飛び降りたとしてもですね、やがてその結果は、バーンとこう、建物から落ちて、苦しみとともに死んでしまう。これが実は、ルール、なんですね。で、その罪、あるいは神様の清さ、正しさ、義なる神と私たちがそれに反することをしているがゆえに、神様は私たちをこのままでは受け入れることができない。つまり神様との、交わりっていうのが持てないですね。私たち実は言葉を持って神様は私たちと天使を作られたんですけども、その目的っていうのは私たちがですね、神との、交わりを持つことができる存在のはずなんですが、私たちはですね、それが今できない状態になってしまった。これが罪の状態にいるっていうことなのね。もっとわかりやすく言えば、私たちもですね、もし犯罪者がいてですよ、犯罪者が何かこう悪いことしたと、殺人者がいて、そしてそのテレビなんかでですね、その殺人者が逃げとる言うたら、当然私たちね、そいつ捕まえて、早く犯人が捕まらないかなと。そして正しい裁きが、その犯人に行われないかなと思うと思うんですね。で、正直言って神様がこの罪に対して、もうほっといた場合、実はもうどうでもええと、人間と天使がですね、この神の義に反することやってもええということをいつまでも置いとくと、実はですね、神様自身が裁かないと、神様が正しいものではなくなってしまう。
まあ、神の秩序を乱す、神のなさったことをと反対のことをやる者に対して、神がそれをほっとくいうことは、正しくないものが存在するということで、神様ご本人がですね、正しくないものになってしまうわけですね。だから、裁かざるを得ない。で、裁きっていうのは、いわゆる死、滅びなんですね。つまり、その、罪のもの、神の義から反するものを、この宇宙では、滅ぼさざる、まあ、追えない。それが実は、そういった状況に私たちいて、私たちの死っていうのは、実はそれが理由なんですね。私は死とともに、ちょうど神の義から反する、ルールから反することをやるんで、私たちは当然ですね、苦しみを持って滅びに至ってしまう。で、この救いっていうのは、福音っていうのは、それじゃなくて、素晴らしい、それからどうにか救われる方法があるんだ、ということを伝えるのが福音なんですね。この後ちょっと26節以降ちょっと読んでみたいと思うんですけども、26節からちょっと読んでみます。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然のよう不自然なものに変え、同じように男も女の自然なよう捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたからないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもので、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人とも思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。私たち、まあ人間っていうかな、正直言って、まあ日本もアメリカもそうなんですけど、例えば繁華街行くとですね、非常にこのネオンサインが綺麗で素晴らしく思うんですけど、しかしその一歩裏には結構ドロッとした世界があるんですね。例えば性的な乱れ、まあ性の、なんていうか、ビジネスが、成り立っているような世界。ここではですね、まあ、そういったその恥ずべきこと、やってはいけないことを、人々がもうしてしまっていると。あるいはですね、29節のあるように彼らはあらゆる不義、つまり義でないことですね。あるいは悪と貪り、悪意とに満ちたものって書いてますけど、私悪意って意味では、一番最初にやっぱり感じるのは、やっぱり国同士がね、戦争しようですね。ほんで、その、他の国のことはどうでもいい。自分の国のことばっかり考えてるようなね、やっぱ悪意があるように思いますね。もし、他の国がね、攻めてこないっていう保証があるんだったら、例えば日本でも自衛隊とかいらないと思うんですけども、日本もですね、あるいは日本だけじゃなくて、世界のどの国に行ったって、それぞれに、ね、軍隊持っているっていうのは、やはり、他の国が信じられない。まあ、お互いに悪意を持ってですね、まあ、対抗し合ってるような状況だと思うんですね。非常に悲しいですけど、それが実は、現実ですよね。で、またですね、妬みと殺意、争い、欺きと悪巧みなんてこういろいろ書いてますけども、私たちみんなですね、もう、どんだけ自分が損せんように得して生きようと、あるいは相手が損しようが困ろうがあんまり気にしてない。そんな、まあ、世の中あるんじゃないかなと思いますね。陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を人とも思わぬ者。まあ、本当にね、自分の利益さえやったら、自分の従業員がどんだけ苦しんどっても、あるいは怪我しとっても構えへんちゅうな、そんな、まあ、オーナーがおったりしたら、非常にその会社っていうのは悲劇やと思いますけど、とにかく、世の中結構ね、私たちなんやか言うけども、神の義、っていうのはやはり愛であり思いやりでありなんですけど、それと全く違った世界に私たちいて、そしてこの罪っていうものは
実はですね、多くの人が、例えば殺人だとか、レイプっていうかな、そういうことは、やったら、それは罪やろうと思うかもしれませんけど、でも、神の義っていうのは、神は 100% 清いお方であるから、ほんのちょっとでも罪があったら、神様は私たちを本来受け入れることはできないですね。裁かざるを得ない。私たちを裁けなければ、神様ご本人が正しい方で亡くなってしまう。ということで、この罪って意味ではですね、聖書によると、私たちがですね、例えば嘘を言うだけでも、嘘を言うたことないっていう人は多分、本当に嘘つきは思いますけど、多分みんな嘘は言ったことあると思うんですね。多かれ少なかれ。あるいはですね、兄弟に向かってバカ野郎と言っただけで、もうそれで、実は、良くないですね。あるいはですね、一緒なんて一度でも、異性に対して、まあ、いやらしい思いを、感情を抱いてしまった。それだけでもですね、聖書によると、もう、正しくないものであると。私たちはで、どんなに自分が、正しいものだと思っても、大きい罪、ちっちゃい罪、すべて含めて罪は罪で、私たちはとても神様から基本的にはもう裁かれる、あるいはまあ死に至る、死んでしまうものなんです。ところが、ここでですね、救いっていうのは何かというと、誰かがその私たちの罪の代わりに身代わりになってくれたら、ちょうどですね、ちょうどこう犯罪者、すごい悪い犯罪者がいて、その犯罪者が捕まったと。そしてその犯罪者が裁かれて牢屋に入るのに、その犯罪者本人が牢屋に入るんじゃなくて、誰かが身代わりになって、その牢屋に入ってくれた。こうした場合ですね、犯罪者はまあ自由になるわけですね。その別の人が牢屋に、その彼の代わりに入ってくれた。で、このルール、つまり身代わりというルール、この身代わりっていうのは、まあこれは実は愛のルールなんですね。相手のことを思って愛してるがゆえに、自分自身が全く別の人が、その人のために身代わりになる。これは神様のルールとして追うてるんですね。だからこの方法しか、誰かが身代わりになるという方法しか、私たち人類が、この罪の結果から、滅びから、救われる道は全くなかった。で、神様どうされたかというと、驚いたことに、神様ご本人が人となって、そして、御子なる神様が、私たちの罪をですね、すべて、身代わりとなってくれた。で、このことを信じただけで、受け入れただけで、私たちはですね、もう、滅ぼさなくていいと。私たちは罪が、実際にはあるのに、罪のないものとして認める、義と認めるというのが、この福音のいいところなんですね。福音というのは、グッドニュースっていうのは、どういうことかというと、私たちの力でも何でもない、私たち自身が何かしたとか、じゃなくて、ただイエス・キリストが、十字架で、私たちの罪の代わりに亡くなったんだ。これは実は愛の行動ですから、これ自身、OK なんですね。この身代わりになるっていうのは、ちょうど、まあ、わかりやすく言えば、親がですね、子供の身代わりになって、やっぱ親一生懸命子供を育てると思うんですけど、それは子供を愛してるからですね。それと同じようにですね、私たちは、神様ご本人が私たちをものすごく愛しておられて、私たちが滅びるんじゃなくて、滅ぼさないように、私たちへの本来滅びの裁きっていうのを、なんと、御子なる神、イエス・キリストにすべて、十字架で受けさせた。イエス・キリストはですね、木の棒にぶら下げ、まあ、それこそ雑巾を避けるようにぶら下げられて、そして槍で疲れて血を吐い、出してですね、そしてすごい、激痛のもと亡くなったんですね。で、痛みっていうのは、実は私たちのすべて、本来私たちが十字架について、私たちが死を経験しなくちゃいけない。罪の結果の死っていうものは、滅びっていうのは、痛みと苦しみとすべて、味わわなくちゃいけないですね。ちょうど高い屋根から飛び降りてバーンとこう地面に叩きられたりとっても痛い、最終的に死んでしまうと同じようにですね、同じようにその義なる神のルール、正しさから反するということを私たちは苦しみとともに、死を、意味するわけですけど、その身代わりになってくれたんだ。それをただ信じただけで、私たちはなんと永遠の命、もう死ななくて済むと。これが福音なんです。よろしければローマ、同じローマ書の3章の23節をちょっと読んでみたいと思います。ローマ書の3章23。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに、義と認められるのです。神はイエス・キリストをその血による、また信仰による斜めの供え物として、公に
お示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されていた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。神様が私たちを裁かなければ、神様自身が義ではなくなってしまうんですね。しかしイエス・キリストが来られて、そして十字架で亡くなったことによって、神様自身も正しいもの、ルールをちゃんと守っておられる。神様自身が矛盾しないものだし、またこの方法でしか、イエス・キリストが十字架でつくというこの方法でしか、身代わりという以外の方法に、以外に私たち人類が救われる方法は全くない。神が私たちを義と認められる唯一の条件は、イエス・キリストが十字架で亡くなった。私たちの身代わりになった。私たちの罪をすべてあそこで負ったんだ。っていうことを、ただ私たちは受け入れただけで、実は私たちは義と認められるものになってます。また、一度でも私たちが、そして神様の義に認められたものになったんであれば、これはですね、私たちが正しいから、神様は義と認めてくれるんじゃないんですね。ただ一度でも私たちが信仰を持ったら、神は私たちをいつまでも神様のものとして受け入れてくれるんで、私たちが救いを失うことは絶対ないんですね。よく間違った教会いうかな、教えで、一旦クリスチャンになってもですね、また罪を犯したら、私たち救いから失うなんていう人がいますけど、それは絶対ないです。なぜなら私たちの現在の罪も、過去の罪も、未来の罪も、もうすでに2000年前に、許されてるんですね。イエス様の十字架を通して。私たちはこの地上にいる間、罪から離れることはできません。なぜなら私たちはまだ呪われたアダムの体の中にいるんで、私たちクリスチャンになってもですね、ちっちゃな罪は当然犯すんですね。例えば嘘を言ってしまうとか。で、だから私たちがまだ罪があるのに、神様は十字架を見て、私たちを義であると一方的に宣告してくれるんですね。例えばこのローマ人の手紙の8章の1節を読むとこう書いてあります。8の1。こういうわけで今、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。またですね、同じ、ローマ人の手紙の8章の38節から読むと、こう書いてあります。私はこう確信しています。今8の38読んでます。ローマの8の38。私はこう確信しています。死も、命も、御使いも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他どんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。ですから、一度でも福音を、聞かれて、イエス・キリストを受け入れた、イエス・キリストは御子なる神だということを信じた人は、当然ですね、救われました。救われたから、もうこの救いを失うことは絶対にない。っていうのが素晴らしい神様の恵みであり約束なんですね。はい、今日はそういうことで、正しい福音について、理解したいと思います。まだイエス・キリストを信じておられない方がいれば、すぐに信じてください。そして、永遠の命、正しい、福音を理解なさって永遠の命を得てください。まだ一度でも、イエス・キリストを信じたらあなたは救いを失うことは絶対にないです。あなたは救いを失うことなく、神様はあなたを愛しておられて、そして、あなたはもうすでに永遠の命があり、もう滅びる理由がなくなってしまってます。これはすごいグッドニュースです。私たちが何かしたとか、私たちが良かったからだとか、私たちがたくさんの人にいいことしたからでは全くなくて、ただただ私たちがもうすでに罪人であった時に、もう神様は私たちを十字架で許してくれたんだったんですね。ただ、一つだけ、それは私たちがイエス・キリストを信じるかどうか、これしか方法はないです。じゃあお祈りを持って終わりたいと思います。神様、今日は福音は正しい福音についてパウロの書いた、ローマ人の手紙から学びました。私たちが、イエス様を信じることによって、イエス・キリストが与えてくださった、永遠の命、
私たちの罪をすべて自分自身がかかってくださった身代わりの愛というものをどうか多くの人が受け入れて、そしてこのことによって私たちが永遠の命を得ることができますように、多くの方がこのことに気がつきますように、イエス様にお祈りします。アーメン。はい、以上でした。